さあ皆さん、小学部行ってみたいと思います。本日の英文法の全体図はこちら。四択文法5問でございます。でこれを1題ずつ解いていただくんですが、その中で出てくる大事な情報ですね。それ皆さん、授業の一番最後にまとめますので、皆さんは問題を解く、そして解説を聞く、そこに専念していただけるとよろしいかと思います。ということで、頑張っていきましょう。さあ皆さん、説明の指示の一読お願いします。デブさん、問いの25番お願いします。さあ皆さん、まず選択肢の1番でございますが、 So as not ときたら、後ろは to 不定詞を置くべきですよね。うんたらかんたらするためにということですが、皆さん、これ空所の右側ですね。 to 不定詞がございませんので、1番はダメですね。そして皆さん、選択肢の3番 as opposed ときたら、やっぱり後ろ to が必要ですよね。うにゃうにゃと対照的に。ですが、やっぱり空所の右側 to がないので、3番もダメですね。で、トミーさん、選択肢の2番と4番なんですが、皆さん、空所の右側に as がいるのが最大のヒントですね。ときたら、皆さん、正解は4番ですね。 not so much A as B、 もちろん A というよりもむしろ B という熟語でよろしかったですね。で、もちろん選択肢の2番を入れたとしても、この as が一体何なのかの説明がつかないですね。ですから、正解は4番ということでよろしいかと思います。デブさん、続いて問いの26番お願いします。皆さん、まず2つ目の空所のところを見ていただけるとよろしいかと思います。で、by うにゃうにゃ of と言われたら、いけそうなものが2つありますよね。例えば選択肢の1番であれば、 by means of、 うにゃうにゃによって。そして選択肢の3番の by way of、 うにゃうにゃ経由で。で、それはいいんですが、選択肢の2番ですね。で、これテレビのチャンネルですからね。そして4番の wire も線でございます。電線で、もちろん今回は空詞の右側、コンピューターの話をしておりますので、2番4番はダメそうですね。で、皆さん、この後ちょっと話変わりますので、色分けさせてくださいね。さあ皆さん、あとは1番と3番でございます。もちろん選択肢の3番、皆さん、コミュータボーということですから、皆さん、これ通勤できるという話ですね。ですが、 by way of the computer、 コンピューター経由で通勤できる、まあできないですね。ですから3番はダメそうですね。で、皆さん、1番であれば linked、 つながっております。で、空所の右側 to the office、 オフィスとつながってるんですね。もちろんそれがコンピューターという手段によってつながってると。ですから、意味内容上的にも文法的にも選択肢の1番ですね。これが正解ということでよろしいかと思います。では皆さん、問いの27番お願いします。皆さん、これは文頭に if があって、動詞が過去完了形になってますね。ということで、皆さん、仮定法の過去完了ではないか。となってくると、皆さん、この後ろの部分ですね。助動詞の過去プラス、have過去分詞。と思って、皆さん、選択肢眺めていただきますと、2番バッチリですね。助動詞過去プラス、have過去分詞。ですから、仮定法過去完了ということで、2番が正解でよろしいかと思います。では、皆さん、問いの28番お願いします。さあ皆さん、選択肢の1番ですが、シンスがございますので、うんたらかんたら以来、要するに期間を示す語句ですよね。で、皆さん、そのシンス、期間を示す語句があるとわかれば、動詞の形は完了形が理想ですよね。ですが、皆さん、空所の直後の動詞の形は進行形になってますね。ですから、まずは1番がダメそうですね。で、皆さん、続いて選択肢の2番ですが、ザットの左側にコンマがついてますよね。で、皆さん、これ関係詞の項目で聞いたことあるかと思いますが、関係代名詞ザットの左側にコンマは置いちゃダメですよね。ですから、選択肢の2番は×ですね。そして皆さん、3番のエバーですね。皆さん、エバーを使うときというのは、そうです。最上級の強調表現でしたね。ですが、皆さん、これ空所の前後を見ていただいても、最上級表現が存在していないですね。となってくると、皆さん、選択肢の4番がいけそうですね。
すみません、4番選んでいただけますと、うちの娘は虫が嫌いと。で、皆さん見ると、いつでも泣きわめくんですね。まあ、叫ぶわけですね。で、それが意味するのは、点々点。もちろん関係代名詞、フィッチの左側には、コンマを置いても全然問題ないですからね。ですから正解は4番ということで、よろしいかと思います。さあ、続いて、その29番、お願いします。さあ、皆さん、これ、出だしが struggle。これが来てるということは、皆さん、あとは struggle の右側ですよね。で、熟語で覚えてる方もいらっしゃるかと思いますが、その struggle の後ろはもう to 不定詞ですよね。うんたらかんたらしようと努力する。ですから正解は2番ということでよろしいかと思います。さあ皆さんお疲れ様でございました。先ほど出てきた情報の中で次につながる情報ですね。まとめていきたいと思います。まずは1番目、to 不定詞するために。先ほどの問題では so as to 不定詞。それが出てきました。でもさ、一般的には in order to 不定詞と言い換え可能だ。というふうに習ってるかと思いますが、じゃあ皆さん、厳密に本当にイコールかって言われたら、ちょっと違うんですね。で、皆さん、ちょっと問題形式で書いてみました。皆さん、in order、もしくは so as、どっちを使うと思いますか？皆さん、見ての通り、後ろの方に to 不定詞ございますので、一見するとなんかどっちでもいいんじゃないか、というふうに思ってしまいがちですね。ですが皆さん、to 不定詞の左側に for 名詞。では、ここの部分を意味上の主語と呼びましたね。で、皆さん、その意味上の主語と併用かなのは、両方とも OK というわけじゃないんですね。どっちかでございます。もちろん正解は、in order なんですね。ですから、意味上の主語と併用かなのは、皆さん、in order という不定詞。ここに違いがございますので、とにかく言い換え可能だって思ってると、やっぱ間違えてしまう場面があるかと思います。ですので、万が一のことを考えてコメントしておきますね。そして皆さん、2番目、as a pause と来たら、後ろは to, うにゃうにゃ。うんたらかんたらと対照的にという意味でよろしかったかと思います。そして3番目、not so much A as B。まあ、もちろん A というよりもむしろ B という意味でご存知の方多いかと思います。ただ皆さん、A の位置ちょっとよくご覧になってください。書き換え可能として皆さん、A の位置が若干左側にずれるんですね。ずれることもございます。そうなってくると、so much と as がくっつきますからね。こういう書き換えも OK だということは意識しておいた方がよろしいかと思います。そして皆さん、A というのもむしろ B と言われたら、この rather than ですよね。まあ、これも言い換え可能だと言われるんですが、まあ、厳密に言うとやっぱりイコールとはなかなか言い切れません。ですから、この訳し方ですね。A というのもむしろ B はあんまりおすすめできないんですね。ですから、本当はこういう感じにした方がいいかと思います。A ではなく B。つまり A のところを思いっきり否定していただいてですね。B のところを強く肯定する。そういう強調表現だという認識は持っておいた方がよろしいかと思います。ですから皆さん、not so much A as B の方が若干柔らかいんですね。まあ A でも B でもまあいいんですが、まあどっちかというとまあ B かな。そういう感じでございます。ラザーズは皆さん A を完全に否定してますからね。さあ皆さん、ホワイトボード3番目まで来ましたが、この後皆さん4番目をですね、書き足したいと思っております。ですので、このホワイトボードちょっと一旦消させていただきますので、ノートを取る方はこのタイミングで取っていただいてよろしいかと思います。さあ皆さん、続きでございます。4番目、by means of。うんたらかんたらの手段によって。という意味でございましたね。そして5番目、by way of。うんたらかんたら経由で。そして6番目、仮定法の過去完了。出だしは if s 過去完了でしたね。もちろん、名前と形ですね。つながりがございますね。そして、主語プラス助動詞の過去プラス現在完了。この形分かってるかどうかを試す問題でございました。まあ皆さん大丈夫だと思うんですが、形に理屈がちゃんとございますので、それに関する解説動画はすでに存在しておりますので、皆さんリンク先ですね。概要欄に貼っ付けておきます。そして7番目、期間を示す5。シンスや4が有名ですね。そして継続を表しているため、完了形と併用するのが基本でございました。そして8番目、家系代名詞ザットですね。その左側にコンマをつけて併用することは NG ということでございました。もちろんその理屈に関する解説動画はすでに存在しておりますので、同じようにリンク先は概要欄に貼っ付けておきますからね。そして9番目、最上級の強調表現と言われたら、エヴァーやエットがございました。たぶんさん、これ他にもありましてですね、奥位置がちょっと気をつけていただきたいところでございました。ですが、それに関してちょっとピンとこない方はですね、この解説動画のリンク先、概要欄に貼っ付けておきますので、この後お時間よろしければご視聴いただいてもよろしいかと思います。
そして10番目 struggle、 まあ奮闘努力するんですが、後ろは to 不定詞、うんたらかんたらしようと努力するという意味でよろしかったかと思います。ということで皆さん、まとめが一旦終了でございます。さあ改めてホワイトボードをご覧になっていただいてですね、まあ先ほどもそうですが、ちょっと知らない情報はありますでしょうか。もしありましたら、この後ノートを取っていただいて、ノートを取った後はこれですよね、赤シートで隠してスラスラ言える、そこを頑張っていただけるとよろしいかと思います。ということで、さあご覧になってください。